改めましてプレミアムサンデー親子 PR 大使の、羽田理香さん、そして、羽田さんのご長男の久弥君親子になります。はい、ありがとうございます。はい、はい、バイバーイ。じゃあゴルフの方はここで退場させていただきます。クヤ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 も一緒にいますか。はい、育児真っ盛りという感じだと思うんですけれども、はい、育児の中でこう何でしょう、アニメと育児の関わりじゃないんですけれども、はい、どうでしょう、アニメを見ていらっしゃる時間もあると思うんですけれども、はい、どんな風に取り入れたりとか、はい、感じていらっしゃいますか。やっぱり好きなものを流していると夢中になってくれるので、その間にこちらで家事ができたりとかするっていうのでまずいい点がありまして、あとは私自身が英語に興味を持ってまして、でこの番組とかたくさんあるので、やっぱりバイリンガルの番組があるじゃないですか。それでこうちょっと英語と携わっていけたらいいかなと思って考えてはいますね、はい、そろそろあれなんですかね、お話はあーとかうーとかママーとか。そうですね、なんとなく赤ちゃん言葉、喃語は喋ってます。はい、ね、まだはっきりとした言葉ではないんですけど、はい、はい、お願いします。羽田さん、はい、お子さんとイベントに出るのは今回が初ってことですか。イベント初めてです、はい。どうですか、一緒に出られて。ですか。いいですね、これから増えればいいなと思います。お子さんにどういう仕事をしてほしいとか、はいはい、あとそういうテレビに出るような仕事をしてほしいとか。まず、テレビに出る出ないっていうのはこの子が興味を持てば進めていきたいなと思うんですけども、一番はやっぱり手に職を持ってほしいかなって、すごく嫌なんですけどそう考えてますね、はい、どうしてその手に職を持ってほしいというふうに強く思ってるの。やっぱり潰しが効くかなっていうすごくリアルな話なんですが、自分がやっぱり芸能生活が長いのでもう分かんないじゃないですか。なので、こんな場でリアルな話もなんないかと思いますが、はい、